悪の花はシャルル・ピエール・ボードレールの詩集。はじめ題名は冥府となる予定だった。詩人の生誕から詩までを大敗的、官能的に表現する。ボードレール唯一の陰文詩集。象徴主義詩の始まりとされ、各国の詩人たちに多大な影響を与えた。カルロス・シュバーベによる悪の花イラストレーション。詩ほとんどの作品は1850年までに書かれた。 初版は1857年に刊行。憂鬱と理想、悪の花、反逆、武道種、死の保証に、女子を含めた歌101編を収録する。このうち6編が反道特的であるとして、有罪、罰金処分を受け、該当詞の削除を命ぜられる。その6編は、レスボス、地獄に落ちた女たち、霊帝、陽気すぎる娘へ、宝石、 吸血鬼の変身で、後に、禁断詩編と呼ばれた。第2版は1861年に刊行禁断詩編6編を削除し、32編を追加。パリ情景を加えた6章合成として、配列を変更し、全127編を収録する。現在は、この第2版が定本となっている。ボードレール死後の1868年に、 友人たちが編集しゴーティへの序文論考を加えた悪の花が刊行された。ホイ刺しゅう、漂着物の紙編を含め152編を収録し、第3版と呼ばれる。ボードレール自身も第3版を構想していたが、前週は死後の観光であり、必ずしもボードレール自身の意に沿ったものではないとされる。なお、禁断紙編6編は第3版にも収録されていない。 改装を交えた表伝。役所は、ボードレール。福徳本に、ただ、杉本らによる、ボードレール氏の名付ちくま書房1988年。後、杉本秀太郎、モンズイチエロスの図柄、ちくま書房1996年、安藤元を、悪の花を読むがある。水星者、2018年、安倍、福永、斉藤も、ボードレール論がある。 各項目参照、ありがとうございます。